どうもこんにちは、土井です。今回は赤ワインリゾットを作っていこうと思います。リゾットでいうと少し難しいイメージがもしかしたらあるかもしれないんですけれども、そんなことは全然なくて、ご自宅でも手軽に作れる料理なので、ぜひ試していただければと思います。で、今回は赤ワインのリゾットを作っているんですけど、ワインがお好きな方でしたら、もしかしたら冷蔵庫とかに飲み残しのワインが残っていたりするかもしれないので、そんな時は使っていただければと思います。でもちろんカレーとかビーフシチューに使ってもらってもいいんですけど、赤ワインリゾットだとだいたい 100ml ほどですかね、使ってますので、結構な量使うので消費にもいいと思います。で、使う材料は至って簡単です。トマトは、ミニトマトですね、4等分にカットして、玉ねぎは粗くみじん切りですね、ニンニクは細かくみじん切りにして、包丁を使って用意する材料は、これだけです。そしたら材料が準備できたら、早速もう炒めていきます。フライパンにオリーブオイルをひいて、ニンニクを加えて火にかけて、まず香りを出していきます。ニンニクから香りが出たら、玉ねぎを加えて薄く透き通って炒まってきたら、バターを加えてください。で、バターが溶けたら、お米ですね、洗っていない生のお米を加えて、溶けたバターをお米にコーティングするようなイメージで合わせていきます。そしたら塩ひとつまみをして、トマトとあとローリエを今回1枚加えてますけど、なかったらローリエはなしでも大丈夫です。そして赤ワインですね、100ml ほど加えて煮詰めていきます。赤ワインはできればフルボディがいいですね。で、しっかりと煮詰めて、赤ワインの酸味を飛ばすようにしておいてください。で、これぐらいですね、水分がなくなってきたら、ここで固形コンソメ1個と、あと水を 200ml ほど加えて煮詰めていきます。で、水を加えてこう煮詰めている間はあまり混ぜない方がいいです。混ぜすぎるとベタッとした感じの仕上がりになってしまうので、煮込んでる間はあまり混ぜないようにはしてください。で、このように水分がなくなってきたら、2回目の水を加えていきます。2回目は 250ml ほど加えます。ミニトマトはこのように潰しておいてください。そうすると旨味が出て美味しくなります。そして火加減は中火のままでまた煮詰めていきます。水を2回に分けることによって、このリゾットに少しこう芯が残った食べ応えのあるリゾットになりますので、2回に分けて入れてます。で、水分がなくなってきたら、大さじ1杯分の粉チーズですね、これを加えて合わせればリゾットの完成です。だいたい20分ほどでできるので、お手軽な料理です。で、味を確認をしていただいて、もし必要であれば塩で調整をしてみてください。僕のお店でも赤ワインリゾットを出しているんですけれども、牛すじの煮込みを加えてます。なので牛すじがもし家にあれば加えていただいてもいいですし、他に牛の細切れですとか、あと野菜でしたら、今でしたらキノコとかしめじとかマッシュルーム加えていただいてもいいと思います。で、今回はなしですけれども、あと黒胡椒をたっぷりですねかけていただいて、あと生ハムと仕上げにパセリを散らしてます。黒胡椒はかけた方が絶対いいと思います。味のアクセントと全体がこう引き締まるような感じで、さらに美味しくなります。で、赤ワインじゃなくて、ここを白ワインにして、で、チーズ、粉チーズですね、これをたっぷりするとチーズのリゾットにもなりますので、いろいろアレンジをしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。